みなさんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、というわけで今回ですね、今回はまた私はやることを知りません。今回は何をするんですか？はい、今日はですね、はい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 、筆箱、はい、筆箱ちょっと触れんな勝手に言うな。筆箱それとあとほらこれ前さフライングタイガーで買った鉛筆、こちらをにせっかく買ったのでほら短い鉛筆使ってるからこれに変えたいと思います。いやマジ筆箱やばいって。じゃあ筆箱持ってきてくださいね。本当に筆箱やばいって。まあ知ってますよ、しほちゃんの筆箱は常に汚いですから。はい、じゃあ回ってきました。はい、ということで、手元じゃないの、まあ、手元にしますか。手元アングルがいいです。じゃあまずは最初こっちから。はい、外形がこんな感じで水色とピンクなんですよ、はい、水色に縁がピンク、字がピンクって感じなんですけど、うん、マジで可愛くない？これね、前ね、あの5年生に進級する時ぐらいに紹介してるかな。紹介しました。はい、まだね、これをね、使ってますね。これ、この前行った時、ロフトにね、うん、5年生になる前に行ったんですよ、うん、その時に言ってて、でも私が買ったのは女子博みたいな、文具女子博、文具女子博で買いましたね。はい、なんかお気に入りなんでしょ。お気に入りなんです、これ、うん、本当に良くて、うん、可愛いんです手元アングルにしてください。はい、じゃあ長いを紹介したいと思います。はい、じゃあまず中身を見るとこんな感じ。うわ黒いね。キャップしてないから黒いね。キャップしてないからなのこれ。そうでしょ、キャップしてないから鉛筆の芯で黒くなっちゃうんじゃない。あ、めっちゃ黒いのよ。黒いよね、やっぱりね。黒いわこれ、キャップしてないから。まず鉛筆削りでーす。え、これまだ3ヶ月2ヶ月しか使う、いや違う、4月からじゃないな、5月、いや6月から発行って。そうだね、じゃあまだ私1ヶ月半ぐらいしか作ってないよこれ。だな、それ前でもそれ前から使ってたやつじゃないの。5年生の、うん、5年生になって使いました。マジ汚っそれは私でも、いやいやいや褒めてないから次に、定規です。定規は普通じゃない？うん、黒い、まあ、若干黒いけど、まあまあ定規は目立ちにくいと。でもね、剥げてんのもこれは3学期から使ってたから。あ、そうかそうかそうか、4年生の、うんうん、はい、続いて赤青鉛筆がなんと2本も入っているんです。しかも短っそう、短くなったから。短いね、短くなったから、あの増やした、あのもうあの変えようと思ったんだけど、これしかなくて、うん、ここ短いのしかなかったんですよ。あ、もう長い使ってないやつはなかったわけね。そうなんです。なるほど。なので一応予備として4本入れてるって感じなんですけど本当は1本しかダメなんですよね、うちの学校。そうだよね、決まってんだよね、なんかね、入れる数でも短いんですよね、はい、まあとりあえず保留、はい、買いましょうね。はい、続いてマッキーも2本。あれ1本じゃないんだ2本。あの、なんでかって言うと聞いてください。私大好きなブロッキーなんですけど、うん、私の大好きなブロッキーなんですけど、うん、こちら水性なんですね。あー、そうだっけ。そう、水性なんですよ。で、教科書の名前書いた時、うん、めっちゃ弾いちゃって、なので油性を入れました。そうだね。でも紙とかはこっちで書きます。なるほど。でも油性じゃないとダメな時はこっちです、うん、なのでこっちは、ね、そう、私はこれこっちが大好きなんで、うん、でもだからこれをお道具箱に入れたらとか考えちゃうんですけど、うん、保留です。なるほど。あと消しゴムです。汚くない？汚ない。
でこちらまだ私1週間ぐらいしか使ってないんですよ。そうなの？まあその真っ黒さは何？やばくない？やっぱさ筆箱さキャップつけないからかな。そうでしょうね。手も汚いの。うわ汚っ。私の手汚っ。え、でも今なったんじゃない？今なりました。これ筆箱から出して、はい、今なりました。ちょっとやば。あと消しゴムのカスね。ああこれね、これ、はい、切ったのね。そう、切りました。こうなってて、こうなってて、ジリって切りました。で、あと鉛筆がなぜか3本しか入ってません。あれ5本だったよね。5本入ってました。昨日まで多分だけど5本入ってました。なんでないんですか？どっか行っちゃった。覚えてない。覚えてないです。マジで覚えてないです。まあ、結構短いのが3本ですね。うん、短いね、それもね、3本とも、ね、はい。あと見てください、この汚すぎ、もう汚っ、ね、そこさ、その中さ、ティッシュで拭いてごらん。多分めっちゃ汚いよ。ティッシュプリーズ Thank you。 ティッシュプリーズじゃないよ。どこにあるのティッシュ？マイティッシュ and 除菌する。除菌ウェットシートで拭いたらディスク上入れてた？はい、これで最初その除菌で拭いて、で仕上げに除菌とかしなくていいよね。いや除菌しかなかったもん。普通のウェッティがない。いや、僕は手だけでこれ。やーば、汚い。手だけでこれです。だってさ、多分それ触っただけで今なったでしょ。いきまーす。うわ、汚い。ああ、もうあんまりね、掃除してるところをアップで撮ると引かれちゃうから。どうですか？そのウェッティどれぐらい汚くなりました？え、やばくない？ちょっと汚すぎでしょ。ママもさ、うん、筆箱使ってみない習慣。いや、ね、キャップした方がいいと思うよ、鉛筆。キャップなんてめんどくさくない？ちっちゃい人さ、こうやるの。それならダメなんじゃん。だから汚くなるんだよ、100%。使えたらいいと思うね。女子捨ててるでしょ。女の子でしょ、あなた。はい。女子ですよね、私。女子ですよね。そんなキャラだったっけ？はい、もっと綺麗好きかと思ってたわ。え、部屋とか汚いよね、私。うん、汚いけどさ。はい、汚いです。綺麗は好きよ、でも。綺麗は好き。自分では綺麗にしないってこと？そう。多分そう。いや、できないね。はい、じゃあね、鉛筆、これね、新しい鉛筆、これに変えますか。でも削んなきゃいけないよ。すごくない？ん？でしょ、綺麗になったよね。ピカピカ、ほら、透き通ってきたよ。本当？だって見てよ、この汚れ。これ。これこれ。本当真っ黒じゃない？確かに。たまには掃除しないとね、そうやったの。はい、わかりました。はい、はい、じゃあ入れてみましょう。5本選ぶのかな。何色選びますか？ここに色があって、うん、私はいつも黒とピンクと紫入れてて、うん、オレンジと青と緑、うん、あれ違う。6本入れていいの？6時間だから6本。うん、6本。あ、6本だったの。低学年は5本。あ、そうなんだ。高学年は6本。うん、じゃあまずこの6本入れていきたいと思います。はい、はい、入れました。簡単ですね。皆さんも真似してみましょう。じゃあ残りもそれ、ペンとか多分超汚いと思うから拭こっか。ペンも拭くの？だって多分超汚いよ、それ。うわ、ほら、
絶対汚いから、もうこまめに掃除しないとダメだよ。ペンだけでこれです、うん、やば。だからあんなに手が汚くなったんだよ。そっか、やっぱキャップしないならそれなりにさ時々掃除しないと。消しゴムは取れないと思うけどね、白いところけました。入れていきたいと思います。はい、1、2、3、4、5、6、7。はい、何の掛け声ですか？ん、何の掛け声？入れていく順番、うん、はい、じゃあ入れましたね。はい、ほら綺麗になった。見た感じ通るのが見えないけど、ほら綺麗じゃん。全然違うと思いますよ最初と。ほらピカピカ、よかったね。よかったです。うん、今日は抜き打ちされたけど、うん、綺麗になったんでよしとしましょう。よしでしょう、うん、よしです。ママ、うん、いいバッ、タイミングバッチリ。タイミングバッチリなんだ。タイミングバッチリならよかったです。はい、ということで今回はね筆箱の中身を抜き打ちチェックされましたが、見事綺麗になったので、よかったです。それではバイバーイ。みなさんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、私のね筆箱紹介をしていきたいと思います。ということで、この前ねロフトに行ってきたわけなんですけど、そこでね可愛いと思った筆箱がありましてですね、タグとかと切ってね、中にね文房具たちを、今使ってるね文房具たちを入れてみたのでね、今回はねそれを紹介していきたいと思います。まあでも前の筆箱もめっちゃ気に入ってるそうなので、両方とも使えます。夏になったら、あれ夏っぽいもんね前のね、うん、ビニールでね、うん、もう寒くなるのでね。はい、私嫌いなんです、冬。え、冬が嫌いなんです。そうなの？長いよね冬ね。もう起きるのが辛すぎて辛すぎて無理。寒いとね起きるのほんと辛いよね。あとね、私すぐ顔が赤くなるの冬って。あー、みんな白いの私だけ赤いの嫌なの。それはママに似たね。ママもすごい子供の頃は顔が赤かった。やだもう。まずね筆箱を見せたいと思います。はい、じゃじゃーん、可愛くない？このなんか真っピンクみたいな、無地みたいな、もうシンプルって感じ。ザ・シンプルって感じですね。文字がここしか書いてないの。見えるかな？ここにしか書いてなくて。デザインかわいいと思って買いました。買っちゃいました。でも形的には使いやすそうね。はい。筆箱に何でも入れちゃう人はさ、使いにくいかもしれないけど、ほんと決められたもう個数っていうか本数とか、決められたものしか入れないって人には入れません。いいかも。なんかまあ学校で決まりあるからね、決められたものしか入れられない。そうだね。はい、じゃあ中見ますか。中見ますか。じゃあお願いします。じゃじゃん、こんな感じです。あ、なんか仕切りがついてるんだね。そうなんですよ、ここに仕切りがついてて、後でちょっと詳しく説明するので、うん、じゃちょっと手元カメラにしますか。はい、そうですね。はい、チェンジ。はい、ということでね、さ筆箱の中を紹介していきたいと思います。で、まずこっち側なんですけど、こっち側は鉛筆とか鉛筆がじゃないものが入ってますね。付箋でしょ、まず付箋と、あと鉛筆削りですね。これやばいよね、もう1年経つ。この血の色で使ってない風呂敷。あとこれもね、定規。これもあともうちょっとで1年経つ、うん、懐かしいね。可愛くない？なんかコストコのさ、こうコンベヤーにさこう乗せてこうやつ
似てます。あー、レジのところのね。それ分かる人数少ないんじゃない？レアでしょ。でも学校でも言われた、コストコだねって。マジすごいね、みんなコストコちゃんと一緒に行くんだね、買い物ね。で次にね、マッキーペンなんですけど、うん、私が主に使ってるのはこのブロッキーちゃん。あー好きだよね、ブロッキーが大好きでね、大好きで大好きで使ってるんですけど、これね、水性なの。全然なんかピントが合わない。来た、うん、ブロッキーなんですけど、こちら水性なんです、うん、あ、そうなんだ。だからね、あれ水性、紙にはいいけど、あれだね、弾くところは無理ってことね。そういうこと、ほら、ここに書いてあるでしょ、うん、水性って、うんうん、弾いちゃうんです、たまに、うん、教科書とかもらうじゃないですか、うん、わー、6年生だ、5年生だ、4年生だ、3年生だ、2年生とかあると思うんですけどね。でもさ、水性のペンで使うことあるの？ある。あるんだ。紙ぐらい。紙に書くんだ。うん、で、はじいちゃんとギアゴのマイネーム。はじいちゃんはマイネームだけでよくない？ねえ、嫌なの、これが使いたい。そうなの？こだわりがあるんです、ちょっと。へぇ。なので、2本持ち歩いてまーす。でも私はブロッキーを使います。はじいちゃったな、最悪って言って、ちょっと、って書いて。続いてはね、こちらボールペンですね。はい、このボールペン学校からもいただきまして、へ、あ、もちろん集金でさ、お金は取られてると思うんですけど、あの字を書くときに使うの？違います。何で？これ絵で使いました。あ、図工か。図工の時間に、あ、これで絵を描くんだ。なるほど。でさ、でも使わないと思うんですけど、思い出として一応まだ入ってます。はい、使わないと思うんですよ。まあでも普通のボールペンでしょ、はい、そうだから何でも使える、うん、字とかでも普通に使えるし、うん、はい、持ってます。もうここにね、空っぽになっちゃったんで、うん、奥の方に体重が、体重というか重さが。あ、次にね、はい、こっち側いきますよ。こっち側はもう主に本当鉛筆、あと赤青鉛筆。使いかけっていうね、もうだいぶ短くなったね。いや、私、あのね、今筆箱の中にね、あの赤の鉛筆3本あって。あ、そうなんだ。の一番使ってな、あ、危ない、一番使われてなかったのを持ってきました。じゃあもっと短いの、他は。そういうわけじゃない、見る。え、意味がわかんない。どういうこと？一番使えそうなやつを持ってきたってことは。見てくださいよ、これとこれでね、あのね、赤しかないの。で、これもね、あのね、あ、こっちだ、こっちだ。これもね、あのね、最初で、あのね、さっきまでね、この辺まであって、うん、使ってたら折れちゃってね、削ったらもうな、全然なくなっちゃって、もう使えないじゃんってなったんですよ。青が先になくなっちゃうんだ。うん。あ、でもこっちは赤が先になくなってる、ね。いや、これはね、去年使ってたの。あ、そうなんだ。で、まだ、あの、机の中に入ってて、いいじゃん、これ使えると思って。これは最近の。すごいことになってるね。え、でも聞いてください。赤がね、7割で、うん、この鉛筆、青が3割しかないんですよ。ああ、そういうことか。半々だったら絶対こうなります、私は。なるほどね。はい。はい。まあいいや、まだ使えるからね。だから、赤は使えるんで、うん、一応3本入れてたんですけど、本当は学校の決まりで赤鉛筆は1本しかダメって。じゃあその赤をちょっと、だからこれを、ある方を持っていこうかなと思って。そうしましょう。これを持ってきます。あとはもう、鉛筆ですよ。はい、もうしほちゃんといえばあの、なんだっけ、フライングタイガー。フライングタイガーで買った鉛筆を使ってますね、相変わらず。相変わらず好きなんだよね。大好き、もうこれ。待って。ん？一つ短いの混じってる。うん、めっちゃ短いんだけど、1本だけ。1本だけめっちゃ短いんだけど。え、待って。え？ 1、2、3、4、5、6。7本も入ってるの？私6本しか入れてないんだけど。じゃあ紛れちゃったらしいです。はい、じゃあね、6本までしか入れちゃいけないんだよね。そうなんですよ。はい、最悪ですよね。あんま重いとね。まあまあまあ、ね、うん、これ、あの仕切り、あの取れるんだよね。そうなんですよ、これね、もともと買ってた時こうなってて、え、これ何？と思ったら仕切りに来て、これ取れるんですよね。取れるんだよね、こんな感じで。で、取って、まあ、じゃ全部混ぜて使ってもいいですし、さっきみたいに、で、合わせた方が使いやすいかもね。鉛筆は鉛筆とかの方が。だよね。うん。あと、そうしたら、だいぶ、
汚れとかも減るだろうし、鉛筆の汚れが。確かに鉛筆の汚れが筆箱がね、汚れるのってなんで汚れるかって、この鉛筆の芯で汚れるんですよね。キャップなんですよ。キャップがないんですよ。なんかね、好みがうるさくてね、赤のキャップはやだ、このキャップはやだとか言ってね、結局ね、使ってないんだよね。無地のキャップがいいから、無印か100均行こうね。100均に売ってるかな、無地のキャップ。でも真っ白がいいの。真っ白か真っ黒。こだわりが強すぎる。真っ黒か真っ白のキャップなんて見たことないけど、あるかね。自分で塗れば。なかなか出会えない。ねえねえ、ママ、聞いて、私不器用なの知ってる？知ってるけど、塗るぐらいできるでしょうよ。無理だよ！ということで、はい。ここのね、しまいたいと思います。はい。まあ中身はね、あんまり、もう学校で決まりがあるので、鉛筆6本とかね。そうですね。ペン1本。はい。で、そしたら次ね、こっち側ですね。こっち側はもう消しゴムですよ。これジャポン日課が握手うっちゃおうのね、連絡帳なんですけど。なんかいたずら書きしてあるけど。え、どこに？え、それいたずら書きじゃないの？どれ？え、このマス目みたいなの、もともとついてんの？これもともとついてるんだよ、これ。え、しーちゃんがいたずらで書いたんじゃない？書いたんじゃないわ。そうなんだ。こんな感じでね、中のね、あのね、連絡帳のね、そう、でも今なんかもう鉛筆の鉛筆で黒くなっちゃってて、だから落書きだと思ったらしいですけど、書いたんじゃないんですよ。そうなんだ。てっきりいたずら書きしたのかと思った、暇で。全然ピントが合わない。うそ、ちょっと話して。だん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 、まあわかるでしょう、この連絡帳を使ってる人は。わかる、うん、この太さが好きなんです私。はい、まあ連絡帳っていうね、あのマス目のね、あと連絡帳のファイルとこの連絡帳を使ってます、うん、だからジャポニカ好きだからね、ジャポニカ、ね、ジャポニカ好き。あとね、あのね、そう、漢字もジャポニカで、うん、算数とかの、あの理科社会もジャポニカのものを使ってて、算数だけママに頼んだら、うん、なんか5セットのなんかジャポニカじゃないやつ買ってきちゃって。なんか怒られてるし、ママ。せっかく買ってきたのに。5冊まとめてさ、そうだから売ってるやつ。5冊まとめればさ、5回さ、買いに行かなくて済むのよ。よくない？でもジャポニカじゃない。ジャポニカじゃなくていいんでしょ？別に。何でもいいって言ったから買ってきたのかな。よくいますよね。何でもいいって言うからさ、何でもいいって言うからですよ。ちゃんとね、確認したら何でもいいって、もう3回目ですけど、何でもいいって言うから買ってきたのに、買ってきて文句言う人いますよね。あれ、何でもいいって言ったよねっていう。何でもいいだって言ってないよね。言ったよ。どんなのと、え、何でも大丈夫、5ミリ方眼ならって言ったよね。あれ、言いましたよ。だからさ、買ってきてって言われたからさ、買ってきたのにさ、あら、ママ優しい、文句言われてさ。いるよね、こういう子ね。だったら自分で買いに行けばいい。優しいお母様。お母様優しいわ、上様。ということで、ラストですね。あとここにね、あの、ちょっと名前書いてあるんですけど、三角定規と分度器が入ってます。はい、スポル入ったね。でしょ。以上ですね。いいじゃないですか。使いやすそう、結構。だよね。うん。はい、ということで、はい、今回はね、今年の冬から使う私の筆箱を紹介してみました。はい。ということで、それでは、バイバーイ。かわいいよね。ママ超かわいいのなんだけど。どれ？テーブル。超かわいくない？何それ、リュック？リュック、モノケジのリュック超かわいい。目立つね。見て、モノケジのパス。超かわいい。みなさん、こんにちは。しおりみちゃんのしほです。はい、ということで今回はね、こちらのモノケジのガジェットポーチということであったので買ってきました。はい。でね、こちらあのヴィレッジヴァンガードに行ってて、そしたら見つけたんですよ。超可愛くない、うん、この一応これ本なのかな、モノ文具ブックって書いてあるね。なので文具、うんうん、付録みたいなもんだよね。そうだね、うん、まあ、本だけど、うん、付録がついてるみたいな。
はい、でさこれ見てさ超可愛いと思ったんだけどさ、物消しの中から物消しって超可愛くない？可愛い、可愛いね、超可愛い。ちょっと大きめの、まあ、物消しのポーチだけど、はい、でも何でもなんか使えるみたいだね。そうですね、筆箱とかにもちょっと大きいけど使えそうです。はい、いいと思います。超いいよねこれ。開けてみよう。はい、開けてみましょうか。これね、可愛い。本はなんか、あの何に使うかとか参考みたいな感じのね、うんうんうん、あのポーチ紹介みたいなのがあったり、うん、あと物消しのなんか物消しゴムじゃない感じのなんか紹介、グッズ紹介みたいな感じ。はい、なるほど。物消しの歴史とかさ、はい、そういうのがいっぱい入ってますね。物消しについて知りたい方がいればね、この本を、そうですね、買ってもらって、買ってもらえばわかると。でもこれね、結構いい値段するんですよ。1890円。そうです、1890円。結構いいお値段ね。結構いいお値段ね。よいしょ。お、ということで開きましたね。はい、行きます。おお、頑丈頑丈まだ入ってるね、なんか16って書いてあるんだけどなんだ16って、なんだ16って行きますよ。はい、行きます。しょっ、うわー、かわいい。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。超かわいいんですけど。超かわいいんですけど。え、ちゃんとさ、厚みがあるね、消しゴムみたいに。ね、ちゃんとこう、厚みがあって。結構しっかり厚みがある。超かわいいんだけど。結構大きいね。で、中身がこんな感じになってて。あ、こんな感じですよ。うんうん。こんな感じで。うん、文房具も一応ガジェットポーチなんで、文房具じゃないのでも普通に入る、うん、まあでも文房具入れても全然 OK でしょ。大きいけどちょっと、ね、ちょっと大きいね。でもなんか照明だっていいじゃん見て私の筆箱あ、落ちてるし。え、ね、絶対いい、ね、見てよこれ消しゴムなの。可愛いって言うと思うけどな。ちょっと大きいけどね。ちょっと大きいけど、うん、ちょっと学校に向かないよねこれ。うん、でも可愛い。ランドセルにさ、ママだったら持って行きたくなっちゃう。とりあえずさ、なんか入れてみようよ、せっかくだから。ガジェットポーチだから、ね、なんかお出かけに持ってくようなもの入れる？なんかイヤホンとか。はいはい。あ、私イヤホンこの前先なくしてさ。あ、ブルーだったねまだ見つかってないよね、うん、またなくしたの。もうパパ買ってきてくれたかな。買ってないよ、パパも。はい、じゃあとりあえずちょっと入れてみたいと思います。はい、はい、ということでね、完成しました。入れましたか。じゃあちょっとアップで見てみましょうか。ちょっとね、まだここ折り目がついちゃってるんですけど、うん、じゃあちょっと中身見てみたいと思います。手持ちにしました。はい、こんな感じです。こんな感じで、まあとりあえずね、とりあえず入れた感じなので、はい、まずね、ここにモバイルバッテリーとそのコードがあるでしょ、うんうん、で、これがなんかハンドジェル、はい、で、これが携帯。携帯がないとね、こちら使いようがないのでそうですよね、はい。で、こっちに行きますと、はい、イヤホン&イヤホンです。はい、あ、チャックもついてんね。でね、チャックの中にはね、入ってんの？あのね、パレットが入ってます。エチュードハウスのやつです。はい、これいいよね。かわいい。うん、いいよね。はい、とりあえずね、はい、とりあえずこんな感じで。じゃあ閉めてみましょう。じゃん、まだちょっと新しいからね、ちょっとね、折り目の跡が。そうなんですよね、使い込まないとね、こういうの。おー、かわいい。え、超かわいくない？超かわいい。これを持ち歩いてさ、学校で、うん、おはよう。超目立つよね、それ筆箱持って、おはようじゃないか。筆箱として使ってほしい、学校でみんながどんな反応するのかめっちゃなんか知りたいね。おはよう。うん、おはよう。まあいいや、筆箱持っておはようじゃないか。いや、でもこれ超かわいいですよね、皆さん。超かわいい、うん、超かわいい。物消し好きな人は絶対欲しくなっちゃう一品ですね。はい、そうですね。私物消し好きなんです、実は。そうだよね、実は言うと、うん、で、なんかもう一つ発見したんだよね、しほちゃんならではの。そうなんですよね、こちらの大きさだとね、はい、なんと漫画が入っちゃうんですよ漫画がね、すっぽり入っちゃうんですよ。ちょうどぴったりだね。そうなの。じゃあこれ何冊、2冊か3冊ぐらいは入りそうだよね。そうなの
嬉しそう。あとさ、この表紙の帯超かっこよくない？いいから、それ今関係ないから。まあ、はい。超早い、はい、よくない？超いい。超いいということで。いいですね。はい。今これハマってる漫画らしい。そうなの。赤髪の白雪姫？はい。はい。皆さんも見てください。見てください、ぜひ。面白いらしいです。面白いです。はい。はい。はい、ということで今回はね、こちらのね、モノポ、モノポ、モノポーチでいいかも、モノポーチで。もうママとしーちゃんの名付けでモノポーチ。モノポ、モノポで、モノポでいいかも、モノポで。はい、うん、このね、モノ消しのね、ガジェットポーチ。訳して、モノポで。かわいいこれ。超かわいいよね、これ。これ飾っててもかわいいかもしれないね。飾る？飾っちゃう。飾んない使うよ。はい、はい、ということでね、今回はね、このモノポをね、はい、紹介してみました。はい、でモノ消し好きな方は本当にいいし、はい、もちろんあの本もついてるので、ぜひモノ消しが好きな人は買ってみてください。はい、それではバイバーイ。でこれ友達からもらったの。かわいい。かわいいでしょ。なんとかちゃんありがとう。あ、まるまるちゃんありがとう。みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回は歴代の筆箱を紹介していこうと思います。ということで、あのね、現在使ってる筆箱は学校に、ちょうど学校に忘れてしまいまして、なのでね、歴代の筆箱を今回は紹介していこうと思います。はい、ほんと歴代って言っても、だから今使ってる筆箱ないし、学校にね、色鉛筆のもあるんですけど、それもないから、うんうんうん、それ抜きということで。はい、まあそれはね、以前の動画でも紹介している中に入ってるので、はい、それをね、まあ、見ていただきたいと思います。はい、ということで早速紹介していきたいと、あ、紹介していきましょう。はい、まあ残念ながらね、1年生の時から使ってるとかいう筆箱はもうあまりにもちょっとないね、汚すぎてもう処分済みなんですけども、 5年生だしね。でもこれ2年生じゃない？あのね、だから取ってあるのもあるし、もうちょっとね、あ、でも1年生の、1年、約1年、2年、1年 1.5 年ぐらい使ったのがあるんですけど1.5 年2年生もちょっと使ったから、うん、でもそれはちょっと捨てちゃいましたね、あまりにも汚すぎて。そうなん、でも動画にありますよ、多分1年生の時のね、あるよ、ね、過去のね、過去の動画にあると思うんですけど、はい、この筆箱は汚すぎて捨ててしまいました。はい、ということでそれ以外はね、シャシャッともういっぱいあるんで、そう、ね、パッとね、はい、紹介します。じゃあ古いものからいくか。覚えてる順番。まあ大体でいきましょう、まあ、はい、はい、大体でいきましょうね。はい、でもこれが一番古いのを覚えてる。ああそうだね。はい、まずね、一番最初はね、こちらです。こちら、ねウィゴー。そう、ウィゴー135で買った筆箱です。これね、ピンクのね、ハートがね、こうなんかくるくるってなって、そう、これなんか蓋が重いんだよね。そうで、だからこうやって開けてて、こう置いてるんですけど、うん、蓋が重すぎて端っことかに置いてるとこうなってって、うん、ダーンってなって、そう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 、ダーンって、だからこうなるんですよ、こうで、いじりじり何回も落として、あ、ごめんねって言いながらこう拾ってた記憶があります。ね、使いづらくて、そうそう、すぐ落とすんですよ私。それでちょっとね、可愛いんですけど、なんかいっぱい入ってるけど、これね、消しゴム入れ、消しゴムです。なんかちょっとしか使ってない消しゴムたちがいっぱいあります。はい、はい、ということで次いきます。はい、次はね、確かね、続いてはこちらでございます。こちらはロフトで買ったと思います、確か、うん、ロフトで買ったこのね、キラキラのペンケースです。これね、なんか飲み物みたいなイメージ、形的に飲み物みたいな感じで、うん、中がね、こんな感じになってて、黒くてよくわかんないね。これが取れてね、空洞となんか消しゴムとか置けるスペースがこうなってて、
で、こっからね、ペンが出てるみたいな、そんな感じの筆箱になります。はい、これはね、ハピマニチャンネルさんのさゆちゃんお揃いの筆箱でございます。一緒に、一緒にロフト行って一緒に買った、買いました。あ、確かに東京のロフトで、すごいエレベーターとかがあってあーすごいとか、大きいロフトだったね。超大きいロフトで、そうそう、で、さゆちゃんとなんかお揃いにしないって言って筆箱を一緒に買った記憶があります。はい、続いてはこれだね。まあ順番はごめんなさい、もしかしたら間違ってるかもしれないですけど、まあなんとなくでいきましょう。これです、続いては。はい、これはね、よく、これはでもずーっとこの筆箱はもうずーっとこれを使ってて、一時期本当に2年ぐらい使って、いや2年じゃないか、まあ 1.7 年ぐらいずっと使ってて、でもなんか入ってたな、なんか入ってるんだけど、これ筆箱あるあるだよね。昔使ってたものの中身もそのままみたいな中身もそのままなんだけどやばい、この消しゴム懐かしい、まだ使いかけじゃんすごい、この名前書いてあるけど見て、このギョロ目のね、うん、この懐かしいね、まだ入ってました。この頃ギョロ目好きだったもんね。ギョロ目が好きで、うん、ギョロ目のね、うん、消しゴムも入ってる。もうギョロ目が取れてたけど、本当だ、懐かしい。ちょっと編集で拡大してください。ん、編集で拡大してください、はいはいはい、すごいね、まだそのまま入ってました、うんうん、これがそう3年生から4年生まで使って、うん、でね、でこれがあまりにも良すぎて、うん、なんと色違いを買ってます確かに買ったね、結局この形が良くてこれですね。そうで、あの筆箱ってね、あの学校に2個あって、1つ目が普段使って、2つ目がね音楽の時間に使う専用の筆箱っていうのがあって、うん、一時期だからこれが授業とかで、うん、これが音楽用とか、これが音楽でこれが授業とか、すごいコロコロしてました。なるほど。あ、これは入ってませんね。あ、もうやばい、使いたくなってきた、使おうかな、もう一回これ昔の筆箱見ちゃうと懐かしい、使おうかなとかなりません？なりますよね。なるね、たまになんか、あ、こっちもう一回戻ろうかなっていうのある、ね、そう、なるよね、うん、今度ね、もう一回戻ろうかな、これにはい、ということで次は多分これ、このピンク、またピンク来ましたね、あのピンクのね、ほんとピンク好きよね。そうなんですよ、なんかいっぱい入ってそうな音してるけど待って、これは覚えがあって、うん、もうあんまり使わないとか、あんま表に出したくないペンとか鉛筆とかを全部入れてて、うん、だから表に出したくないってどういうこと？だから汚いってこと？待って、ここにあったんだけど、ちょっと待って、覚えてない。あの、私あのミニオンの、ミニオンじゃないわ、エイリアンのガマ口のポーチみたいなのがあって、うん、そこに入ってると思ってたんですけど、うん、まさかのここで出てきましたよ。え、なんかね、どんなか、こうごついもの、こういうごついもの、これとかペンケースとかも向いてないし、あ、そう、これもね、この筆箱と一緒に買ったっていうか、へえ、もう同じとこなんですけど、これもね、ウィゴーで、へー、こんな感じですごい可愛いんですけど、これごついんです、うん、確かに普通の鉛筆と比べてごついんですね、うん、すごく、なのであんまペンケースとか向いてなくて、うん、なのでこういうのにね、もうドバッと入れてます。あとこれ、あのホッチキス、ホッチキスなんですけど、うん、なんか壊れてるっぽい、ね、あのまずギョロ目がここについてたんです。ここにギョロ目がついてたんですけど取れちゃって、はい、あともう完全に壊れてますね、これだよね、うん、壊れてて、うん、でもなんか思い出があって、うん、しにくいんで入れてますそういう感じのがいっぱいあります、うん、なるほどね、はい、次は4年、あ、今ので4年は終了だと思います。あ、待って、じゃあ学校で使ってない筆箱を紹介しますね、一気に。まず1つ目がこちらのね、エイリアンのね筆箱でございます。これもね、リミから
夏のなんかにね、なんかね、プレゼントでもらったんですよ、確か。そう、なんかリミがこれをね、ディズニーストアで見た途端、しーちゃんにあげたいって言い出して、なんかお小遣いかなんかで買ってくれたんだよね。お小遣いで私にくれて、ありがとうって思ったね。多分その動画があると思います、はい、ぜひ見てくださいね。で、これは学校とかで一切使ってなくて、うんうん、なんかずっと筆箱コーナーにあるんですよ、なぜか、うん、なんか使いにくくない？ディズニーの筆箱って。まあ学校ではちょっとねちっちゃいからね、それね、あれだけど。なんか持ちがないんですよ全然、うんうんうん。あんま入んないし。だからこういうのにあのエイリアングッズを入れたりね、うんうん、しても可愛いと思うんですけど。確かに。飾っときたいと思います。リミちゃんからもらいましたねこれは。ね。ね。続いてはこちらです。こちらはヤドカリ、違う。ザリガニ、ザリガニだね、ザリガニの筆箱です。これはねミニソーで買いました。あ、確かに。でこれあの TikTok とかでよく登場してるんですけど、へえ、筆箱昔ね、昔だよ昔ね、うん、昔登場したことがあるぐらい私好きだったんですけど、うん、これ学校に持っていく自信がなくて確かにこれしかも、もうこんなに待ちないし、うん、あの全然入らないんですよなので学校には向いてないかなと思って使ってないんですけど、でも私は好きです。かわいい、超かわいいと思って、うん、このハサミよ、うん、かわいくない？超かわいいと思って、え、これどうしよう、6年生になったら使っていこうかこれびっくりするねみんなみんなおはようってランドセルがこうザリガニがこう出てくるみんな大注目だねおはようって置くんだよこれ何それって来た見て私の腕箱かわいいでしょう、うん次はね、じゃじゃん、ゆかりでーすこれあの裏もねすごいねちゃんとなってて、すごいほら名称赤しそふりかけとかさ、うん、めっちゃふりかけなんですよ本当に。赤しそだね、うん、ゆかりいいね、しそご飯よゆかり。これガチャガチャです。ガチャガチャで、ね、ガチャガチャやったはず、ね、うん、ガチャガチャで、うん、本当にほら、あとね、のり玉とかいろいろあったよ ね、 あったね、ガチャガチャで、で、その中からゆかりがどうだった感じです。はい、これも可愛くて、あの、色鉛筆とかに迷ったんですけど、うん、ちょっとね、丈が短いんだよね。ちょっとそうなんです、うん、あんまだから、そう、ちょっとだけ足りなくて、そうだね、ここが、うん、もうちょっと長ければよかったよね。もう少し長ければ使えた、うん、うん、これも学校では、これも学校では使ってないですけど、これ100均で買いました。はい、このねピンクのやつ、うん、なんか一時期使ってた気がする。あ、使ってた学校で、学校で予備としてずっとランドセルに入ってたやつ。あ、そうなんだ。でもいいね、予備にはぴったんこかも。でもね、予備に鉛筆1本で、あの消しゴム1個、定規1個とか入れて、予備で一時期ランドセルの中入ってたんですけど、あんま使わなかったね。たまにあのランドセルから筆箱2個出てきてさ、なんで2個持ってんのあ、予備予備って言ってすごい昔は心配性だったからね、しほちゃんね。そうなの、本当に本当に心配性すぎて、本当にいろいろ予備がね必要だったよねそう、だからハンカチの予備が2つ入ってたりティッシュが5、6個入ってたりやばかった、本当に ね心配性だったの。今は全然平気なんですよ。今は逆にもうね、もういっかー行ってきます。そうそうそう、別になんとも思わないんだけど昔は本当ねやばかったよね。昔の先生怖かったの本当に。あー、そうだね、1年生の先生が怖すぎて怖すぎて、うん、もう怯えてた毎日確かに心配性だった。はい、ということで、はい、以上ですね。はい、ということで次はまた学校に戻るんですけど、はい、5年生で使ってた筆箱を紹介します、はい。まあ、今も5年生、もう6年生なんですけど、現在使ってる筆箱の周りに使ってた筆箱がこちらで、こちらもね動画で紹介したことあると思うんですけど、はい、これね文物シャークってとこで買って、今ロフトとかに売ってると思いますこの筆箱、うんうんうん、でこれのちっちゃいバージョンがあるんですよ、この薄っぺらいやつ、はい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 、あれを色鉛筆も入れてて、うんうん、一時期お揃いだったんです色鉛筆と筆箱が、うんうん、でも冬になっていくにつれてすごいなんか
透き通ってて夏柄じゃないですか、うん、だからやめました。これ本当に大好きで、ただ一つね、一つこれ消しカスとかがすごい溜まるんですよ、なぜか、うん、すごい可愛いなと。じゃあまた夏になったらね、そう、また夏になったら使おうかなと思うんですけど、うん、これじゃない、マジじゃない、マジ、それそれいく行きましょう。これこれが私最近、そう、これがいいなと思ってて、6年生になったらこれにしようかなマジか。これ本当に4年生ぐらいからミニソーで買ってね、買ったよね、うん、4年生ぐらいからあって、でも使ったことがなくて、でも、うん、一回チャレンジしようとしたんですけど、うん、いや、やっぱやめとこうってなって結局今なら、今の私ならいけるよね、この筆箱。いけそう。よし、6年生だったらまずこの筆箱を使いたいと思いますマジで。はい、以上かな。あ、あと最後ね、これはなんかもう筆箱、最後だから筆箱っていうよりポーチなんですけど、一応ね、筆箱にもなるということで紹介しておきますね、はい、これでも単品で ね紹介したい、うん、そう、もも消しのポーチというか、うん、腕箱です。これね、本当になんかこんな感じになってて、何でも使えそうなね、そう、何でも使えるんですよ。はい、これもさすがに大きいかなと思って、確かにこれもも消しの筆箱ってかわいいってなったんですけど、かわいいかわいい、思った以上に大きくて、そうなんですよ、うん、ポーチとかでね、いいかなと思ってます。はいはい、これでもういいじゃん。でもこれさ、学校でさ、おはようって言ってダンスする学校だったらかわいくない？かわいい、でっかいもの消しってなるよね。でっかいね、でも消しゴムそう、これ筆箱なのでかって言われるよ、でか絶対言われるよ言われるよね、うん、ただでさえこれも大きかったのに、この確かに、確かにすごいね、うん、よし、ということで以上でございます。はい、はい、ということで今回はね、歴代の筆箱たちを紹介してみました。ということでね、6年生の筆箱はまずこれです。これを使いたいと思います。あ、ごめんねこれを使いたいと思います。はい、ということで、それではバイバーイ。みなさん、こんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、というわけで今回はですね、今回は新学期の準備をしていきたいと思います。はい、ということで今回はね、6年生の筆箱を新しくしていきたいと思います。でね、まず6年生で使う筆箱なんですけど、これ可愛くない？これなんか4年生の時に買って、ずっとね、1年半ぐらいずっと家にあったんですけど、これをね、使いたいと思います。まだでも未定ですけど、これを使う予定です。だから今からね、この筆箱に詰めていく感じです、文具を。じゃあ早速いきます。まずね、鉛筆なんですけど、このね、こういう柄の鉛筆を使います。B なんですけど、これをね、ピンクと茶色っぽいのと水色の、水色っぽいの、これを2本ずつ計6本でいきます。で、なんでこの色にしたかっていうと、私このね、キャップが欲しかったんですよ。このキャップがどうしてもね、この色に合わせたくて、ピンクはないんですけど、青と茶色はできるだけ合わせて、こんな感じにねしたいと思います。開けますね。で、まずこのね、茶色い鉛筆はこのね、茶色っぽいキャップをこうつけて、このピンクはこのね、クリーム色っぽいのもつけて、で、最後水色は水色ですね、これをこうつけます。はい、これで新学期いきたいと思います。でもまだ鉛筆削ってないし、あのキャップつけちゃうと入らないと思うんですけど、入るかな。
足りません。後で入れます。よし、じゃあ次です。次はね、消しゴム。これはあの無印で買った黒い消しゴムと、あと無印で買ったこの黒い定規と、あと無印で買った鉛筆削り、これをセットでね入れていきたいと思います。この無地かわいいよね。このでここ線、ここだけ白なんですよ。なのでここ黒に塗ろうか迷ってるんですけど、とりあえず入れます。これは入る、定規入れて、白も入れて、はい。で、あとね、このマッキー、これはもうド定番。私はこのね、ロッキーっていうマーカーを使ってます。水性なので、たまに油性しか使えないときは友達に油性を借ります。で、赤青鉛筆もね、入れたいと思います。そうそう、ちょうど赤ワインに来なくて買ってたんで良かったです。これも入れたいと思います。もうこれも多分削ってないんで入んないで、待って、これ用の鉛筆けあのキャップを買ってない、うん、あるので使いましょう。はい、ということでね、鉛筆とキャップ以外は入りました。こんな感じです。見えるかな。ということで、いやでもいざこれで行くってなると恥ずかしいですけど、行きたいと思います。で、鉛筆はねまた削って入れたいと思います。はい、ということで今回はね、私が6年生に使う筆箱の中身を作っていきました。ということで、それではバイバーイ。みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほほです。はい、ということで今回ですね、今回はね、私が2学期から使う筆箱を紹介をしていきたいと思います。いや、待ってました。待望、待望の企画ということで今回ね、こちらのもうすっけすっけの、もういやー、なんていうの、ビニールポーチっていうの、うん、まあこんな感じの筆箱を使います。なんか表がすごい透明すっげすけで、後ろにね、なんかこう模様っていうの、デザインっていうの入ってます。前回私この筆箱使ってたんですけど、超好きで、この筆箱がこれを超えるのがあるのかなと思ってたんですけど、ぶっちゃけね、超えてないです、まだこれは。けどこれを超えるものがなかった、お店にで、そんなそれでもね、変えたいって気持ちがあって、うん、で、流行りのにしました。なので、なるほど、流行りに乗る女ですはい、ということで、なのでね、今回ね、あのすごい、なんていうの、すごいね、そう、シンプル、そう、シンプルなんで、今回ね、中身もすごいシンプルにしました。はい、もうこの中もガラガラガラだったんだけど、うん、まず鉛筆が、この無印で買ったこの木っていうのかな、木デザインの鉛筆です。はい、こちらね、そうなんです、普通の鉛筆なんだけど、書きやすいじゃない、これ六角鉛筆でさ、これ六角なの、うん、見えるかな、めっちゃ六角でさ、超持ちやすいし超書きやすそうなのね、やばい。この前のね、無印良品の購入品紹介でね、はい、あれはリミちゃん用で買ったんだけどいつの間にかしほちゃんが使ってるという、まあ、あるあるですね、あるあるです、姉妹あるある、私だけだから、姉妹あるあるです、特にしほちゃんリミのものを使っちゃいます。だってリミ使わないんだもん、もったいないじゃんものがね。で、キャップがこの前イオンで買ったキャップです。新学期準備でね、買い物した時ね、はい、で買ったキャップなんですけど、こちらね、白と透明と半透明のね、3種類あります。めっちゃ可愛いよね。222で入ってました。全6本です。で、鉛筆はもう置いといて抜きました。
次にね、定規です。これもあのキャップと下敷きと同じタイプのなんですけど、見て真っ白でしょ、もう背景と同化しちゃって全く見えないね、こんな感じで。これも可愛いよね。私あの前回使ってたのが無印の真っ黒いやつだったんですよ。これこれでも良かったかなと思ったんですけど、筆箱が白かったので白い定規が欲しかったんですね。なのでちょうどぴったりで良かったです。はい、で次にブロッキーです。これはあの名前ペンなんですけど、私ブロッキー大好きで、4年生ぐらいかな、4年生からもうずっと使ってて、マジでブロッキー大好きなんだけど、これ1個難点があって、これ水性だから、もし油性、もし弾いちゃったら油性じゃないとダメじゃん。だから友達に油性ペンを借りるっていうね持ってきてる意味がないっていうね。でも可愛いんで。けどさ、女子ってさ、なんでもが可愛い可愛い可愛いって言うじゃん。私はこれを心の底から可愛いと思ってます。皆さん可愛いです次行きましょう。次はあの赤ワイン筆でなんだけど、これね、これね、私赤ワイン筆買うの忘れちゃって、短いのしかなかったのね、家に。だから明日買えたら買おうかなぐらい。まだだって赤ワイン筆使うのもまだ3日4日あるし、期間がね。だから別にまた後で買ってもいいかなと思ってます。今のところ家にこれしかないんで、これを持ってきます一応。はい、はい、でも2学期なんで別に新しい教科書が入るよとかでもないので、別にねそこまでしなくてもいいかなと思ってます。で最後は消しゴムです。消しゴムは安定のモモ消しでございますということでね、以上になります。はい、一回しまいますね。はい、ザリガニの方がやっぱ上なんだ。まだ上、へえ。どう考えてもザリガニの方が上。まだそうなんだ、可愛すぎた。汚いもんね、落ちないんだよね。落ちないんだよ、もう洗っても洗っても落ちなくてすごい困ってるすごい困ってるそれみんなに何か言われないの。何そので何そのザリガニとか。あのね、しばらくね、しばらくね議論が行われてて、うん、これはザリガニなのかロブスターなのかエビなのかみたいなのがすごい、なんていうの、討論っていうの、うん、議論されてて、うん、私はもうずっと、いやこれザリガニだからと言いながら、へー、みんなでワイワイやってたの超楽しかった。楽しかったね、話題になって話題になってよかったね。だけどなんか話題性とかじゃなくて、ただ単に可愛かったから使ってたんだけど、まあね、みんなから愛されてたんだよ、この絵。そっか、ザリガニ。悲しいかな、みんな。やばい、エビって言おうとしちゃった、ザリガニ。みんなから、じゃあ、可愛がられてた。みんなから、なんか、こんなピンクのザリガニいるのみたいな。ロブスターじゃねみたいなこと言われながら。へー、楽しかったな。また早く会いたいわ、みんなと。あさってから学校です。はい、ということで、はい、今日はね、2学期から使う筆箱を紹介しめました。はい。ということでね、まあ、ザリガニ超えのものがいたらね、また変えたいと思うので、その時はまた動画にするので、ぜひ見てください。はい。ということで、それでは、バイバーイ。バイバイ。